万博全体図。1896年、ザ・ヘンダーソン・リソ CEO による、多色すりは党が小腰の夜間のナッシュビルブースと、メンフィスブース。広報は貿易ビルテネシー州聖100周年、記念万国博覧会は、1897年5月1日から10月31日まで、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルで行われた、博覧会。 1796年に合衆国に加盟し、テネシー州となってから100周年を記念し、その翌年に行われた。1893年のシカゴ・万国博覧会の成功により、計画が検討された。修正100周年は1896年であったが、全米の不景気及び州内各所の反対にあったため1年遅れの開催となった。 ウィリアム・マッキンリー大統領の来訪予定が翌月だったため、1897年5月1日、正午、ホワイトハウスから開会を宣言した。6月、マッキンリー大統領は妻を伴い来訪し、ジョン・フィリップ・スーザ率いるバンドが演奏した。9月には、フローラルパレードが行われ、バラ、アッサガオ、スミレ、デイジー、菊クなどで飾られた馬が引く馬車85台が、 登場した。100周年万博は6ヶ月で180万人が来場して大成功を収め、現在も中最大のイベントの一つとされている。他の万博と違って負債はなかったが、直接的利潤は50ドル以下であった。市の東端を走る路面電車を使用するのに便利な場所に多くの市町村や組織がビルやホールを建てた。最も際立った建物は、 ナッシュビルのブースと州内でライバルであるメンフィスのブースであった。ナッシュビルは南部のアテネと呼ばれているためギリシャのパルテノン神殿に習い等身大レプリカを設立した。メンフィスのブースはエジプトのメンフィスから名付けられたため巨大ピラミッドを設立した。メキシコ村のほかネブラスカの草造りの家の隣にキューバ村があり、アルハンブラ宮殿の再現の向かいに プランテーションがあり、ゲティスバーグの戦いを描いたパノラマの隣に生活様式を実際に見せる中国村があった。高さ22メートルで両端に20名ずつ乗れる箱のついた巨大シーソーがあり、会場全体を見渡すことができた。テネシー大学のブースでは当時最新であった X 線の技術についての展示を行った。エレクトリックシーニックシアターではトーマス・エジソンが エディソンズ・ミラージュなどの短編映画を上映した。他にニグロ・パビリオン、ワトがこの上を渡るゴンドラ、ベリー・ダンスを披露するエジプシャン・パビリオンなどがあった。パルテノン神殿のレプリカはこの万博から唯一残され、現在も観光地として親しまれている。万博の監督であった友人・キャスナー・ルイス・少佐は、テネシー修正100周年を記念して、ナッシュビルに、 パルテノン神殿を高級的に残すことを提案した。ルイスはナッシュビルチャタヌーガセントルイス鉄道の土木主任義師でもあった。1920年から1931年、ナッシュビルのパルテノン神殿は臨時の建物から同じ場所に高級的な建物に建て替えられ、万博の土地はセンテニアルパークとなり、パルテノン神殿は中に美術館を備え現存している。 1990年代、メンフィスはミシシッピ川沿岸に巨大なピラミッド型のピラミッドアリーナを設立した。ありがとうございます。